歯医者さんのつぶやき。こんにちは、小池病院歯科の小池です。さあ8月になりました。まああいにくと僕はいつも冷房の中でね仕事をする、日の目見ることがないというか、光合成してないなっていう感じを思うんですけれども、だけどまあ汗をかくとかね、そういったものっていうのは結構発汗作用、やっぱりエアコンの中ばっかりいちゃうとそういった部分が、まあ、代謝の機能が落ちていくっていう部分もあったりするんですけれども、やっぱりこう使われてない部分っていうのはどんどんやっぱ衰えていってしまう。口元だってね、やっぱり普段やってないことをやろうとすると、自分が思ったより動かないってことは当然あると思います。例えば、まあ、食事でね普通に口開けて閉じてっていう噛むっていうことはもう毎日やってるとは思いますが、でも全力で口を開けて開けた状態でキープなんてことをねやるかって言われたら歯医者に行くときぐらいしかやらないと思うんですよね。そうすると、歯医者に行くときに可愛らしくしか口が開きませんっていう感じなのと、全力全開大きく口が開きますっていう状態と同じ先生に見てもらったとしたら、どっちがいい仕上がりになるかっていうのは分かりますよねって話です。ボトルシップみたいな形でね、ボトルの中に船を組み立てるのと、ボトルじゃないところで船を組み立てるんであれば、どちらの方が船の組み立てが楽で、同じ時間だったらどちらの方が綺麗な船が仕上がるでしょうかって言われたら分かるんじゃないかと思うんですけど、やっぱりねいい治療を受けるためには患者さんの協力、大きく口を開ける、これはやっぱり大事な部分になってきます。口がね指1本分しか開きませんっていう人で治療してくださいって言ったら、これ無理じゃないですか、やっぱりね。だけど拳が入りますぐらいにもし口を開けてくれるんであれば、それはもう作業スペース的にこっちはもう楽になりますから、それはできることが全然違ってくるわけですね。だけどいきなりねこう口を大きく開けようとしても、普段ね大きな口を開けるとなんていうか格好が悪いじゃないけどもね、ガハハハッと大きい口で笑うっていうよりは、おほほほほっと小さい口で笑う、やっぱり上品なっていうので言うと大きな口を開けないっていうのが日本人のその染みついた習慣。そうするとなかなか大きく口を開ける機会がないと思います。だけど歯医者に行く時にはもう極力全開で大きく口を開けてもらった方がやりやすいのは確か。そんなもんで変わるのって思うかもしれませんが、例えば前屈してね、腰を曲げていって手のひらが地面につきますかじゃないけれどね、そういうのを今若い時は手ついてたのに全然そういうのやらなくなったら手が全然こう地上から離れてるみたいな感じのね、普段から柔軟っていうものをしっかりしとけば、それは硬くなったりせずに手のひらずっと地面につけることができますよじゃないけど、だけれどもやってなければ、若い頃がそういうふうにできてたって、年を取ったらこう手のひら地面につきませんっていうことだってあるように、口だってやっぱり大きく開けるってことを普段やってなければそりゃ開きませんよっていうね、どんな先生に言ったって口が小さくね開いてる人よりはそりゃ大きく口開いてくれてる人の方がやりやすいっていうのはね、それを否定する人はいないと思います。それはこう少ないスペースでもできますよ、当然言いますよ。だけどどっちがねやりやすいか、より良いことができやすいのはどっちかと言われれば、それはスペースがある方に決まってます。ですからいい治療を受けたいって思うんであれば、治療を受ける際にやっぱりそういったトレーニング、口を開けるというトレーニングもやっぱりやっておくといい治療につながるなんてこともあると思いますので、へーってこれを聞いて思った人は、まあ、ぜひ歯医者さんにねこれから行こうかなっていう時にはちょっとね大きく口を開ける練習とかもね、何回もしてみたりとか、その開けたまんまキープとかね、そういうのもやってみるといいんじゃないですかね。まあ、場合によってはこう筋肉とかね、こう普段使ってないところの顔の筋肉を動かして、やった小顔になったなんていうことになってというわけで、今回はこの辺で失礼します。